今年も残すところあと173日になりました。南です。マイアミではありません。今日は毎年恒例、毎年たまに起こる一人紅白歌合戦です。カラオケにおります。ちょっと一本座らせてください。よくなんか私の動画は私がおもむろにタバコを吸い始めるので私も吸いたくなりましたって言ってみんな吸ってるらしいです。そういう風に楽しんでいただけると、あ、一緒にカラオケ来てるぐらいの感じで、何分まで、歌おうかな。何回も言ってるんですけど、こういう時いつもなんかこう、なんだっけあれ、履歴から探しちゃうんですよね。皆さんカラオケ行ってます？私割と久しぶりに来ました今日。命の食べ方っていう歌がある。違う、細川たかしの歌なしで、あ、これダム、いつもオタクの歌になっちゃうんで、多分最後オタクになると思う。すごいね、ここピンク入れたらなんかハロウィンみたいになっちゃった。なんか新しく買った化粧品がすげえ色つくんですよ。好きなんですけど、なんかこうやって見るとすごいね、めっちゃピンク。なんか一時泣き晴らしうさぎメイクって流行ったんですよ。こんな感じでした。なんかわざとピンクにして泣いた後みたいにするみたいなさ。みんな何を歌うんだろうね。でしたね、そういえば。なんか水曜日のカンパネラっていうのが今ダムチャンネルに出てるんですけど、知ってます？なんか私よくわかんないんですけど、天の川とかマジやむわって言っててめっちゃ面白いんだけど、私は今日ね歌おうと思った曲があるんですよ。吸い終わらないからさ、まあ結局アニソンからスタートなんですけどね。私がカラオケに来るときはだいたい、まあ感情が爆発しそうな時もあるんですけど、基本的にはなんかショーの構成とかを考えてる時、なんかその曲を使うわけじゃないんだけど、あ、こういうのありじゃんっていう展開が思いつくのがカラオケが多い。そういう時来ます。
迷ってきたな。アニソン1とアニソン2があるんですよ。どっち先に歌おうかなってすげえ迷ってきました今。一つは明るい歌、一つは悲しい歌、どっちも歌えばいいんだけどね。予約してしまいましたので、まあおなじみだよねこれ。
ひまわりを育てて
好きな人々、大好きな明け暮れ、新しい大好きをあなたと探したい。私たちは出会い、私たちは迷い、いつか信じる日を経て一本の麦になる。空よ風よ聞かせてよ、私は誰に似てるだろう。育つ国、愛する人の国、麦は泣き麦は咲き、明日へ育ってゆく。泥に伏せる時にも麦に翼はなくても歌に翼があるのなら伝えておくれ故郷へ。ここで生きてゆくと、麦は泣き麦は咲き、明日へ育ってゆく。麦バレンジでも歌うか。バレンジはどこですか？コマザライブのバレンジ。歌ったことあったっけ？私動画で何歌ったか記憶いないんだよね。
の未来を巻き込んで恋を走り出した。君の手を掴んだ両側から燃える花火みたいだった。視線も剥がせない I'll save it, save it, babe。 どうして出会えたの、どうして私なの。 Boy, I fall in love with you。守ってあげたくて家族には言えない。大事なものくらい自分で守れるよ。そこを飛び越えてよ。 Save it, save it, babe。 無意味な強がりも勝手な唇も Just I'm falling in love with you。 全部受け取って君と私の広瀬香美。死ぬかもね。
あ、これでもう多分私の今日のカラオケ終わりだと思う。え、ちょっとちょっと広瀬君だよ。なんて歌だっけ、あの歌いつも分からなくなっちゃうんだよね。プロミス、プロミスやゲッダンで覚えてるからさ、あ、これは多分幸せを増えるにやってくるかもしれない。歌えるかな、高いんだよな。昔歌えたんだけどな。あ、しかもやばいです。あ、ライブ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 I
これ迷い時間ね。4分。ラムチャンネル MC のひじまあすかです。歌はいつでも皆さんの近くになりますよ。そうですね、楽しく歌って心も体もいい。いやマジで浮かんでこないな。なんだろうな。歌って元気出していこう。ご覧復興中のアニメ、あ、伊勢海おじさん放送スタート。見てないんですよ。17年間ずっと昏睡状態だった推しは世界で冒険を繰り広げていた。異世界ガリのおじさんとおじさんの力を金に換えようと模索するタカフミが繰り広げる新感覚の異世界コメディです。生まれくセリフとは青き星の空、夏の調べとは愛のこと。黙って誰の歌だっけ。あのそしてエンディングテーマをグラフィティじゃなくてサザンオールスターズ。愛のことだな。いいじゃん、愛のことだな。歌おう。まずさ、あれの方が好きなんだよね。持ってるパッション。そしてカラオケダムでは一番星ソノリティはアニメ映像付きで歌うことができます。カラオケで歌うときのポイントは生まれくせりふと前向きな歌詞を気持ちを込めて。でもね、愛の言霊の気分。
いずれ花と散る私の命帰らぬ時指折り数えても涙と笑い過去と未来引き裂かれし私は冬の花。これはちょっとわかりませんあなたは太陽私は月光と闇が混じり合わぬように涙に煙る二人の未来美しすぎる過去は蜃気楼あなたと二人時の間に間にたゆたいながら涙を隠した幸せ芝居
出かけるちょっと違うよねなんかもうちょっと違うんですよ。あのこれの感じであの狂ってる歌を一曲、あれなんていう歌だったっけ、人生複雑骨折、人生複雑骨折でも歌うか、人生複雑骨折、あ運命だっけ、運命複雑骨折だね、運命複雑骨折だ。7月のリリースアーティストレゲエ DJ のななこさんがファーストフルアルバム「またよ」をリリース。リード曲「マイクロフォンセンター」のミュージックビデオはあのザ・バックホーンっていう人たちがいるんですけど、その人たちの「運命複雑骨折」っていう歌がまあすごいんですよ。あの結構あでもねこれだけどあのいつも思ってる、芸術とは何ぞやと続く専門の薬をもっとくれ、不安でしょうがない、不正具が苦労ありで埋め尽くされてゆく、あくる
呪いを込めて歌い続けてくたばる張り裂けそうな未来はいつだって運命複雑骨折試練を乗り越えていくお話です。街にプレイがいたらない、うん、何だっけ、どういうこと、ここは現実の世界、彼らはお化けを時間に封印することで願いを叶えて運命を変えることができるのか、思い出せない、アキラまでできるよ、何かもしれないです。ぜひ劇場でご覧ください。そしてダムでは期間限定で星野源さんが歌う主題歌異世界混合大舞踏会フューチャリングおばけを映画映像で歌うことができます。ぜひ現地の歌を聴いてください。ラブチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ニーヨンです。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 違う、そういう感じじゃないよね。アベマの恋愛番組シャッフルアイランドシーズン2は毎週火曜夜悩ましい無料配信中です。ドラグラビティで歌うか。シャッフルアイランドは南国リゾートで恋をしたい男女が集まり、毎日メンバーを入れ替えながら運命の恋を見つけるこの夏一番熱い恋愛番組です。ということで、うん、僕らも今3話まで見させてもらいます。はい、ちょっと面白いでしょ。めちゃくちゃ面白かった。サルダージいいんですよ、やっぱり。だから見てたら、こういう人がモテるんだなとか、ライブサーキットとかあるよ、本人歌唱だって。ダメだ、ちょっと勉強にもなるかもしれないですね。俺は盛りたくない、実際に確かに、そうだね。今なんかジョバイロ、ジョバイロ、ジョバイロ、何女とか言ってますから、余計に優しいから見てみんな胸で知ってくれるかなみたいな、結構ムラムラするんです。許してね、恋のやつ。こういう新種、サダジがいいよね、やっぱり。ああ。これ何回もこうやってやってるのは、時間を見てる。私は私と離れるわけにはいかないから、その日までさよなら恋心よ。嘘つくぐらいなら何も話してくれなくていい、あなたを去っていくのもそれだけは分かっているから、見つめ合った私は可愛い女じゃなかったね、せめて最後笑顔で飾らせて、
れて一つずつわからなくなって、愛が消えてゆくのを夕日に例えてみたりして、そこに確かに残るサウダージ思いの紡いだ言葉まで影を背負うのならば、海の底でも物言わぬ海になりたい、誰にも邪魔されずに海に帰れたらいいのに、あなたをひっそりと思い出させて、諦めて恋を来るよ、青い期待を私を切り裂くだけ、あの人に伝えて、寂しい大丈夫を寂しい繰り返されるよくある話、出会いと別れ、泣くも笑うも好きも嫌いも、あああI'm not afraid to die.
だったよ、ベルバラは。本当に私ベルバラと北斗の拳同時に読んでましたからね。でも共通項がないと思うじゃん。違うんだ、あの2つは愛の話なんだよ。だ共通項あります。ミュージカルの歌を、まだ時間はある。どうしようかな。宝ランキングバトルが一層楽しくなりました。ベローナないのかな。ここはベローナ、愛しいベローナ、人の血の中に毒が流れてる、傷つけずるんで出ない毒が流れる、美しい娘や若者たちさえ、ここはベローナ、我が町ベローナ。はい、ないです。ロミオとジュリエット、A 名しかないのかな、ロミオとジュリエットって。ロミオとジュリエットじゃねえよ、ちょっと待ってね。ロミオとジュリエットだよ、バカ。ないの、ちょっとどうにかして。ロミオとジュリエットないの。嘘でしょ、ロミオとシンデレラじゃないんですけど。もうやだ。待って、宝塚しか始めないんだ。宝塚すっごいいっぱい歌あるよ。愛しのロンドか、闇が広がるか、私だけにか。どうしよう。マジ私の親友が図鑑の歌めっちゃうまいんですよ。図鑑オタクなんで、さすが。それはファラオの娘だから、入れないのか本当にわからないんだけど。闇の中から見つめている最後に勝つのはこの俺さ。ないっていうね。ごめんでない、マジで。ハラミさんがありましたよ。ふふハヒフヘ。まずはテレビアニメ伊勢ヶ浦さんとのコラボキャンペーン。ない。抽選で10名様にオリジナルクッションをプレゼント。おなしい大きさきなんてなれない、かわいい人形なんてにします。エリザベートにします。はい、うん、図鑑の映像が出てきたよ。これだけ吸いたくなるんだよね。間に合いません。いやよ、おとなしいおきさきなんてなれない、かわいい人形なんてあなたのものじゃないの、この私は細いロープ手繰って登るのスリルに耐えて世界見下ろす冒険の旅に出る、私だけギブを押し付けられたら出て行くわ、捕まえるというのなら飛び出してゆくわ、鳥のように解き放たれて光目指し夜空飛び立つ、でも見失わない、すごい泣いてました。
Let's go.
どうもご清聴ありがとうございました。